大会4日目、いよいよ準決勝が始まる。地元浜野が迎え撃つのは調子を上げてきた荒尾、川口ナンバーワンの森、怪我から復帰した東尾の SG 連続優勝を狙う永井。各場ナンバーワン3名が名を連ねる激戦必至のレースを制するのは。第9レース準決勝戦、今スタートが切られました。2番の阿部が遅れましたが、1番3番4番横になってダンスコーナー、1番の荒尾スタート残した。荒尾がスタート残して後ろ追走は3番の森克幸。さあ森が荒尾を、あったら3番車8番車転倒となりました。3番8番転倒。トップスタートを切った荒尾に続いていた森がなんと転倒、巻き込まれた東尾のも落車してしまう。さあもう一度荒尾が差し返すか、一気にインコース入ってくる。1番の荒尾が入ってきた、外に流れた4番の浜野に先頭を奪われた荒尾だが、3周回3コーナーでインをつき再度逆転に成功する。勝負はあと3周となります。あと3周、そのまま後続を引き離しにかかる荒尾。注目は2番手争いに集まった。落車の煽りで4番手につけていた永井が3番手に浮上し、じわりじわりと浜野を追い詰める。長井が入ってくる。しかし4番の浜野こらえた。4コーナーを回りました。1番の荒尾が1着で5位、2着は4番の浜野順。6年前同様、浜野がまたも地元で優勝戦進出を決めた。3着の長井は、この状況でスタート絶対切れるように集中していきたいですね。同期の佐々木には負けられない朝霞、浜松29期の金子、オールスターで悲願の SG 優勝を果たした有吉、メンバーの中で頭一つ抜け出た存在の有吉が SG 優出記録を伸ばすのか。有吉達也から佐々木圭、そして1番の金子に注目集まっています。第10レース今スタートは切られました。さあ1番車金子へ遅れました。スタートするか、5番の朝霞、外から一気に8番の最高のスタートを切った朝霞、その朝霞を有吉が速攻で差し先頭へ立つ。2番手に下がった朝霞だが後続を抑え2番手をキープ。すぐ後ろにつける佐々木は虎視眈々と隙を伺う。後方体系4番6番1番となっています。さあ佐々木はここで入ってくるかどうか。入れません。5番の浅川2番手残しています。4コーナーを回ってまいります。8号2の膠着状態が続き、ついに最終周回へ突入する。しかし最終バックストレッチ、佐々木が勝負に出た。浅川順は2番手の位置から、さあ佐々木が入ってくる。さあ佐々木が入ってきました。2番手からぐーんと入ってくる。外に流れた5番の浅川、4コーナーを回りました。2番の佐々木の2番手で8番の2番手ゴール。快勝した有吉は連続 SG 優出の記録を9に伸ばした。佐々木は浜野に続き地元優出を果たした。朝練さんだったんで、ね、